タクトさん、ご相談があるのですが。私の部屋からローム星系のデータバンクにアクセスする許可をいただけないでしょうか。カフカフの木の花粉症についてです。いえ、念のための調査です。普通の花粉症と違って特殊な後遺症などがあるかもしれませんので。感謝します。それでは。問題ありません。失礼します。はい、どうぞお入りください。どんなご用でしょうか。いただきます。今まで調べたところでは、カフカフの木の花粉によって後遺症が現れたという報告はないようです。はい、念のため館内にあるその他の植物についても人体に有害な性質がないかどうか調べてみます。容姿の美観に関心はありませんが、体調は問題ありません。お気遣いなく。そのことを不思議に思っていました。タクトさんはどうして私のことを気になさるのですか。私にはよくわかりません。いえ、そういうわけでは。ただ、少し不思議な感じです。はい。データベースの検索に戻ってもよろしいでしょうか。いえ。いえ。まだ患者全員の治療が終わったわけではありませんから、大丈夫です。バニラなら今朝はまだ来てないわ。何かご用？もしかしたら黒宮君のところかもしれないわ。前に黒宮君から聞いたことがあるわ。バニラがよく動物を見に来るんだって。あ、タクトさん、おはようございます。中にいますよ。こちらへどうぞ。
です。僕たちも中に入りますか？はい。特にあの宇宙ウサギがお気に入りのようですよ。ああしてずっと見ているんです。ここで育てている宇宙ウサギはちょっと珍しい種類なんです。タクトさん、いえ、はい、そのようです。ただ最近ちょっと数が増えすぎちゃって、世話が大変になってきた時にバニラさんが手伝ってくださるようになったんですよ。ええ、食堂で余った材料をもらってきてくださったり、おかげで助かってます。いえ、お役に立てればと思ったまでです。いえ、見ているだけで十分です。ところで、何か来ようでしょうか。何でしょうか。いえ、平気です。でしたら、仕事をします。まだ乗組員の再検査も残っていますので。心配いりません。それにこれでもまだ足りないくらいです。私は未熟者ですから、もっと努力してもっと成長しなければ。昔、シスターに、シスターパレルにそう誓ったんです。失礼します。タクトさん、私はどうして。申し訳ありません。私が未熟だから。シスターからそう言われたわけではありません。しかし、私が未熟なのは事実です。もう大丈夫です。申し訳ありません。ご迷惑をかけないようにと、いつも思っていたのですが。そうです。これは一体何なのですか。え？
知りたいです。好き？はい、好きなのだと思います。やはりよくわかりません。わかりませんが、でもなんだか胸が軽くなりました。だから私の心は納得したのだと思います。これは佐藤さんが作ったのですか？いえ、そういうわけでは。いただきます。はい、体が温まります。心配されるというのは、気にかけてもらえるというのは、なんだかいいものですね。はい、ありがとうございます。なるほど。それでバニラは昨日一日休養ってことになったわけだ。本当によかった。バニラが倒れたって聞いて、私昨夜はなかなか寝つけなかったんです。だけどタクトも水臭いじゃない。バニラが目を覚ましたなら、私たちにもすぐ教えてくれればよかったのに。まあまあ、そうおっしゃらずに。一度に押しかけてしまっては、かえってバニラさんに気を使わせてしまいますわ。そうだね。それに昨日一晩休んだんなら、今日は元気になってるはずさ。ですよね。早くバニラの元気な顔が見たいな。だけどちょっと遅いわね。いつもなら私たちの中で一番早起きのはずなのに。もしかしたら回復が思わしくなくて今日も寝込んでいらっしゃるとか。だったら大変だわ。ちょっと様子を見に行きましょう。おはようございます。バニラ、よかった。元気になったみたいだね。まだ寝てなくて大丈夫？はい、もう平気です。皆さんにはご心配をおかけしました。はい、大丈夫です。無理はしていません。
私もお茶に加わってよろしいですか？もちろんよ。私ね、バニラのために紅茶シフォンケーキを作ったの。今お茶をいただいてきますわ。カモミールでよろしかったかしら？はい、ありがとうございます。ところで。はい、何でしょう。皆さんは私のことが好きですか？え？いきなりどうなさいましたの？いえ、少し気にかかっていたもので。当たり前じゃない。好きでもない相手とわざわざお茶したりなんかしないでしょ。私もバニラのこと大好きよ。お菓子やお料理いつもたくさん食べてくれるし。私もですわ。バニラさんのようなかけがえのないお友達ができて幸せだと思っています。今さら聞くまでもないだろう。エンジェル隊の一員ということを抜きにしても、あんたは私たちの大事な仲間さ。ありがとうございます。私も皆さんのことが大好きです。前方に多数の艦影を捉えました。エオニア軍と思われます。情報通りだな。いよいよ反撃開始ってわけだ。より全艦隊に向けて通信が入りました。ジーダマイヤ大将からです。諸軍、いよいよ待ちに待った時が来た。ジェラール陛下を手にかけ、王国に混乱をもたらした逆賊にその報いを与える時。我々には芝王子がついておられる。正義を遂行する我々がエオニアごときに遅れを取ることなどあろうはずなのだ。諸君の双剣に王国の未来がかかっている。健闘に期待する。お前が脱力しすぎなんだ。いくら味方が大勢でも相手は強力な無人艦隊。油断はできないぞ。でも、いい材料もありますよ。さっき整備班から報告があったんですが、最近紋章機の出力が向上しているそうなんです。特にこの前、敵の大軍を突破した時の戦いが今までで最も性能が上がっていたようです。タクトがエンジェル隊にうまく接して士気が高まっているということか。さあ、あの後はそれらしいものは検知されていませんし、ただの故障だったのかもしれません。すでに紋章機に搭乗し待機中です。こちらエンジェル隊、出撃準備整いました。友軍と共同で戦うなんて久しぶりだね。足手まといにならなきゃいいけど。この戦いに勝てばキャットローム政権につけますわね。そうすれば休暇がいただけるかもしれませんわ。そうよ、そのためにも絶対勝つんだから。やるわよ。はい、おやすみ。ドームに着いたら何しよう